G3 オールレディース笹川ハイドリーム戦に出場する細川優子選手です。よろしくお願いします。もうね、細川選手もこの動画レギュラーのように出ていただいてますけれども、なんとか常滑でという思いを持って僕らも応援させてもらってるんですが、そうですね、まあ、なかなかね思うようにいかないもんでその思い一番でも強いのは細川選手自身やもんね。まあでも地元でやっぱ優勝したいですもんね。でも結果優勝しないだけでちゃんと準優までは行ったりしてるから、もちろん得意なんでしょ、水面としては。でもどうですかね、いい時と悪い時もあるんですけど、特に苦手意識はないんで、ダメな時はダメですけど、別に嫌いなわけじゃないんで。今日全権乗られて、モーターの感触はどうでした？まあ普通かな、とりあえずちょっとまだ分かんないんでね。伸ばせる感触、余白みたいなのは感じましたか？まあ多少はあるとは思うんですけど、ちょっと一回レース行ってから考えようかな。ドリーム戦、まあ、愛知代表として名を連ねますから、ね、不安もやはり細川人気で売れると思いますから。あ、ちょっと遠いですけどね。遠いけどね、遠い分ハイトエリーかな、不安にとってはワクワクするやん。あ、そういう意味。、それではドリーム戦、方法をお聞かせください。そうですね、ちょっと昨日ね全能力発揮しちゃったんで、ね、明日どうなるか分かんないですけど、まあ、とりあえず無事故で頑張りたいと思います。でもやっぱりちびまる子ちゃんよりもピットの細川優子のがかっこいいね。いや、もう先輩たちがやってるんでね。よろしくお願いします。似合ってたよね。可愛らしかったね。いやいや、恥ずかしい。ありがとうございます。ぜひまた優勝、今度はね、優勝のインタビューまで、はい、行ったらいいですね。期待しておりますんで、はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。